医療法人財団東京勤労者医療会は日本で医療機関を開設している医療法人財団である。略称は東京勤医会、東京民主医療機関連合会加盟。法人所在地は東京都渋谷区駄長屋一丁目、東京都、千葉県、埼玉県に33の事業所を開設している。中野共立病院を開設する医療法人社団、県都会等と共に、 事業共同組合、共同組合医療と福祉を結成し、求人や資材調達等を共同で行っている。東京都渋谷区の代々木病院、千葉県流山市の東葛病院、埼玉県三里市の三里共立病院が主な医療機関である。本校では代々木病院、三里共立病院についても記述する。医療法人財団東京勤労者医療会、代々木病院は 東京都渋谷区千田谷にある病院である。三里協立病院は埼玉県三里市田中二位が273の一にある病院である。千葉県流山市の東葛病院とは江戸川を挟んでほぼ対岸付近直線距離で約800メートルしか離れていないが、両病院付近に橋がかかっていないため南方へ迂回をする必要があり。 公共交通機関を利用する場合、JR 武蔵野線、路線バスの乗り継ぎとなる、いずれも勤務医の著書、ありがとうございます。